忘れられない体験。ナンバーアンダーライン愛が見せた。ワイヤードミュージックフェスティバルでファンとの一体感を体感。ナンバーアンダーライン愛がワイヤードミュージックフェスティバルで伝説を刻む。観客を魅了した圧巻のステージ。観客との一体感に鳥肌。秋の空気が深まり、音楽ファンが心待ちにしていたワイヤードミュージックフェスティバルが名古屋で再び幕を開けました。今年のフェスティバルの目玉の一つは、 間違いなくナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスでした。このユニットは、ただ音楽を提供するだけでなく、観客と深くつながり、ステージ全体に特別なエネルギーを吹き込むことで知られています。多くのファンがそのパフォーマンスを心待ちにし、期待に胸を躍らせています。ファンの興奮が伝わってくる SNS の投稿からも、彼らのパフォーマンスがどれほど多くの人に影響を与えているかがわかります。フェスティバルの雰囲気は、 単なる音楽イベントを超えて、まるで一つの大きな物語が展開しているような感覚を味わわせます。特に今回のナンバーアンダーラインアイのステージは、フェス全体のエネルギーと見事に調和しており、観客の感情を強く揺さぶる瞬間が随所に見られました。参加者の多くは、初めてのフェス体験として娘や友人と一緒に楽しんでおり、家族や友人との共有体験として、音楽フェスが新たな形で進化しているのが感じられます。 例えば、ある参加者は、娘と初めてのナンバーアンダーライン愛を体感した。彼らの音楽に引き込まれ、一緒に盛り上がることができて最高の経験だった、と語り、フェス全体が単なる音楽の提供を超えて、親子の絆や友人同士の結びつきを強める場として機能していることが明らかになりました。一方で、会場に足を運べなかったファンたちも、SNS を通じてリアルタイムでフェスの様子を追いかけていました。 行きたいけど行けないから流れてくるレポを楽しみにしているという声が多数あり実際に参加しているファンがシェアする情報を通じて物理的に距離があっても一緒にフェスを楽しんでいる感覚が広がっています。これは近年のフェス文化における新たな形の参加方法の一つともいえ音楽フェス自体がデジタルプラットフォームを通じてより広い範囲で共有されリアルタイムで楽しむことができる時代に変わってきている証拠です。 ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスに対する期待は、会場に来た人だけでなく、SNS 上のファンにも高まっていました。ナンバーアンダーライン愛は、まあ何をしているのか。今日のパフォーマンスはどんな感じだろう、という興奮の声が飛び交い、彼らの登場を待ち望むファンたちの期待感はピークに達していました。実際に彼らがステージに登場すると、そのビジュアルとパフォーマンスは期待を超えるもので、 観客の歓声が一気に会場を包み込みました。ナンバーアンダーライン愛は、他のアーティストとは異なる独特なスタイルを持ち、音楽だけでなく、その全体的なビジュアルやパフォーマンスにも強いこだわりがあります。例えば、今回のパフォーマンスでは、特にファンを驚かせる要素がいくつも用意されており、その一つ一つがファンの心をつかんで話しませんでした。SNS 上で事前に話題となっていた、 どんなビジュアルで登場するのかという疑問に対しても、実際のパフォーマンスはその期待に十分応えるものであり、多くのファンがその瞬間を SNS でシェアし、一瞬にして会場内外で盛り上がりが広がっていきました。さらに、No.1 アイのパフォーマンスは単に音楽を聴かせるだけではなく、観客との対話やコミュニケーションを重視したものでした。彼らはファンとの距離感を大切にしており、 SNS ややステージ上でののり取りりとをを通じててファンとのつながりを深めていますこのような姿勢がナンバーアンダーライン愛の人気を支えている要因の一つでもありファンたちは彼らのパフォーマンスに対して常に大きな期待を寄せています。例えばあるファンは今日のナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスはまるで彼らが私たちのために歌ってくれているように感じたと感想を述べ 個々のファンが特別な瞬間を共有しているという感覚を強く感じていました。これは単なる音楽のパフォーマンスを超え、アーティストとファンが一体となって作り上げる特別な体験として評価されています。音楽フェス自体も進化を続けており、ナンバーアンダーライン愛のようなアーティストがその中心で活躍することで、新しい形のフェス文化が生まれつつあります。例えば、従来のロックフェスや縦乗りのイベントとは異なり、 現在のフェスでは多様なジャンルやスタイルが混在し、一つの会場で異なる音楽体験ができるようになっています。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスも、その一環として他のアーティストとは異なる新しいフェス体験を提供しており、これが多くの人々にとって魅力的な要素となっています。また、フェスの会場内では、アーティストだけでなく観客同士の交流も活発に行われており、 SNS を通じて知り合った人々が実際に会場で出会い、一緒に楽しむ姿も見られました。今日はフォローしてくれた方と一緒に盛り上がるといった投稿も見られ、音楽フェスが単なる音楽を楽しむ場だけでなく、人々がつながり、新たな出会いを楽しむ場として機能していることがわかります。ワイヤードミュージックフェスティバルの特徴の一つとして、会場内のエネルギーがとても開放的で、 多くのの参加者がフェスの雰囲気を楽しんでいることが挙げられますいい天気暑すぎるけど気持ちいいといったコメントが多く寄せられており、天候もフェスを楽しむ一因となっていました。特に秋のフェスは、昼間の暖かさと夜の涼しさが混じり合い、自然の中で音楽を楽しむという特別な体験を提供しています。これは、日本の他の都市で開催されるフェスとも一線を画す要素であり、 名古屋という場所ならではの魅力ともいえます。今回のフェスでは、ナンバーアンダーラインアイのほかにも多くのアーティストが登場しましたが、彼らのパフォーマンスは特に多くの注目を集めました。ファンの期待が高まる中で行われたパフォーマンスは、その期待に応えるものであり、観客全体を虜にしました。彼らの音楽には、観客を引き込む力があり、それが会場全体に広がり、 誰もが一体となって楽しむことができる場を作り上げていました。さらに、ナンバーアンダーラインイのロゴが入ったグッズやコンテナも会場内に設置されており、ファンたちはそれを写真に収めて SNS でシェアするなど、フェス自体が一つの大きなコミュニケーションの場となっていました。こうしたグッズやビジュアルの要素も、フェスの楽しみの一部として重要な役割を果たしており、音楽だけでなく、 視覚的な体験も含めて全体的なフェスの魅力を高めています。最後に、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスが終了した後、多くのファンが感動の声を上げていました。ぶちかまされた、最高だったといった声が飛び交い、その場にいなかった人々も SNS を通じてその熱狂を感じ取ることができました。これは、音楽フェスの持つ力の一つであり、現地にいる人も、遠くから見守る人も、 同じ瞬間を共有し感動を分かち合うことができるという点がフェスティバルの本質的な魅力と言えるでしょう音楽フェスはただの娯楽の場ではなく音楽を通じて人々がつながり新たな発見や感動を共有する場ですそしてナンバーアンダーラインアイはその中心で観客と深いつながりを築きフェスティバル全体を一つの物語に仕立て上げる力を持っています これからも彼らのパフォーマンスは多くの人々に影響を与え続け、フェス文化をさらに豊かにしていくことでしょう。